ブリトニー・マリー・カボウスキーは、アメリカ合衆国の女性声優。ファニメーションや ADV フィルム、戦隊フィルムワークスの日本のアニメシリーズの、英語版吹き替えを、数多く担当する。代表作に、ソウルイーターのブラックスターがある。この他に、フェアリー・テイルのウェンディ・マーベル、とある魔術の禁書目録と、外伝作品、とある科学の超伝時法のミサカミコと、 エンジェルビーツの中村ゆりなどを担当した。テキサス州ヒューストンのリトルショップ・オブ・ホラーズやスーシュカル、ペンザンスの海賊などの演劇作品で女優の道に入る。その後地元の舞台、ロッキー・ホラーショーでジャネット役を演じていた際、監督からの連絡を受けアニメ業界に入り、ユメリア、マドラックス、白芸伝説を担当。さらに、ギルガメッシュのゴムロ・フーコで、 ADV フィルムでの初の主要キャラクターを演じることとなった。また、ヒューストン大学に短期間が良い演劇を専攻した。2006年はパニポニダッシュの片桐ひめ子や人気エクステンドの津崎青あおばといった主人公を2008年にはカノンでメインヒロインである月宮みあゆを演じた。2007年からいつだってマイサンタのヒロインのマイや ワンピースのアピスなどでファニメーションの声優を務めるようになる。2008年には、ササミ魔法少女クラブのミスギアンリ、ケシロと永遠の空の白鳥空、シャッフルのリシアンサスをグランドホテル方式で2009年には守って、ドリポップの主人公である山田二歳を演じた。2010年には、2013年にアダルトスイムで放送されたファニメーションの吹き替え版。 ソウルイーターで、主要メンバーの一人のブラックスターに抜擢された。さらに、鋼の錬金術師、フルマトルアルケミストのプライド、クラナドの藤林向シを演じ、翌2011年には、空の落とし物のイカロスや、カオサヘッドの西条七海、ニードレスのイブノイシュバンシュタインといった主要キャラクターを演じた。2012年も、B 型 HK の山田、 白王家の雪村千鶴など主人公を担当し続け、2013年も、リトルバスターズ、の夏目鈴、バトゥーム、の卑弥呼、遊びに行くよ、の近所まなみのような主要キャラクターを担当。そして2017年、カボウスキーにとって、初となるゲーム向けの吹き替えとして、秋バズビートのピンクンを担当した。声優以外においては、アップダウンのセリー、 パンクチュア合衆国の陰謀のスージー、ザ・スタービング・ゲームズのバックパックの少女など映画にも出演している。また、SF 映画、コード・オブ・イー・ビルでも主人公・ザックスを演じる予定だった。さらに、2014年のホラー映画、アトロシティでも主演を務めた。2010年に交通事故により首を骨折し、一時、入院した。2013年10月11日。 マシュー・ヘルナンデスと結婚した。ふとじはメインキャラクター。年表記は日本国内放送時、公開時、発売時のもの。テレビアニメ劇場アニメ OVAWeb アニメゲーム。ありがとうございます。